熱がね39度2分あるんで大丈夫かなと思ってるんですけどでしかも朝今日2時に起きて寝てないんでちょっと変な感じになると思いまますけど、まあ、途中でもしやる気なくなくったら帰りますんでよろしくお願いしますあのアイムインターナショナルって会社やってて今さっきおっしゃったみたいに14店舗美容室とメンズサロンとトータルビューティー店やっております今村よしおと申します。次お願いします 1959年4月3日なんでまあ今年64歳になりましたで趣味ねトレーラーするで知ってますかそのあたりのことも経験しているのでまたお話したいかなと思います <noise> まずね夢ありますかって聞かれてまあ即答できる人はね相当少ないなと思うんですよねだから夢がないということはゴール決まってないから迷子になるんだろうってうことだから今一人しか聞かないですけど頭の中で私の夢は いいつまでにこうなりたいんだっていうことは決まってなかったらまずいからなぜ決めないといけないのかっていうことを、まあ、1時間ちょっととで、ね、話したいなと思いな思ます俺もそうやけど明日10時に大津駅で車で拾ってもらって12時半までにいないといけないなって分かっているからちょっと早く起きすぎて2時に起きたんですけど2時に起きてどんだけインターバラあんねんみたいな感じやけども2時に起きてね鶏さんが「お父さんまだ早いよ」って言ってね 2時間ぐらいい遅れて、言っててここっままましたたわ、お父さんまた早いよっつって、まあそういうことやだ,だからここにいるわけだってね何も決まってなかったらね気がつくまで寝ていて起きて何時や8時かっつって腹減ったしご飯でも食べようかな腹いっぱいになったな天気のなちょっと散歩しようかなっていう人生もあるんだね目的ないからゴールないからそういうのはどういうかって言ったらもう人生の迷子なんだねただ生きてるだけや。 っていいうふうにに思かから朝たみたいにちゃんと夢はありますかもっと言えば期限付きにどうなりたいって決めてないとゴールの人生ほどね浅はかないと思うからやりがいもないしねゴール決まってないから、ね、達成感もないし世の中の責任したりとかね例えば業界だったり日本の国だったりってして周りに責任転換することで何度か自分を守っていくんだってなるから。今起きててる現象っていうのは マイナスが大きいけど大きいほど次のステージで結果出したらあれはシャレやなと笑いで済むけれどもね今プラスでもね次失敗したらあの時今村しし成功したたたかかか油断したかこうなったんだ笑われるから,から今起きてる現象関係ないから今プラスだろうがマイナスは関係ないなということをまずね理解してもらったらいいと思うんですよ。となると結果ではなくてなぜそうなったんだってなぜ売り上げが上がって 利益が出たんだって売上は削減とあんまり変わってないけどスタッフが二人減ったんよ十人おったのに八人になったんよ売上変わらへんかったらどうなるんですか利益出るやんこんな利益出て喜んでどうしますかってことでしょたまたま利益出はスタッフが減ったからお金残っただけでこのお金は残ったのは人が減っただけだから本当の利益じゃないなって思わなあかんでね逆にスタッフおい目に入れてね四月これ本来なら三人のに 6に入れててみとわすこれは今下がっているけれども次に増えていく可能性のあるマイナスだから別に永遠っていうふうにねもう一回言いますね。秒秒は過去やから1秒後ね今起きてる一瞬っていうのはもう過去やからこの過去にとらわれても意味がないんだなっていうことを理論的に分かってくれたらちょっと楽になるんだよ。 それ覚えてくれたらなるほどあ、そうやなって言って今起きてよかったら喜んでもないんじゃないし終わりからって言って悲しんでる場合じゃないよねっていう変わんないんだからと思ってくださいじゃなくてなぜこうなったんかという考えるための在々として結果があるだけだからそうすると後から喋ることだんだん分かりやすくなってくるんで究極は人間でこれだと思うんですよ人間っていうのはね喜怒哀楽の 揺る描きの中で生きてる心がね揺れ動くんですよその時にね俺色だってやっぱり人間系あんまりうまくいかへんタイプだからこうやっぱぶつかるんだよね人と。でいゃと思うんだよね。その時にねんで俺の気持ちって心ってこんなざわざわするんかなとかなんでこんな揺れ動くんかなってなんでイライラするんかなってね思ってねこれ整理しなあかんなと思ったんだね SBC でね勉強しながら。 その時にね、人間の心って二つに分かれ分けることできないこと分かったんですよ。肯定と否定なんですよ。つまりね、認めますか、認めませんかってことなんですよ。で認めたらね、喜びと楽しみがってるんですよ。この喜怒哀楽の中の皆さんが認めている好きな人、例えば子供さんだったりとかご主人だったりとか奥さんだったりとか親戚の気のある人だったりとかね、喜びと楽しみはってるんですよ。認めたら向こうもそう思うから。 逆にね認めなかったら怒りと悲しみが待ってるんでそうなるとどっちが幸せかって言ったら怒りと悲しみが待ってるよりも人間って喜びと楽しみが待ってる方がええやっていうこと分かったそこまで分かっただけどね普通はね認めたふりしてるのは人間だから心の奥底から「こいつこんなええとこあんにゃって「この子こんな素晴らしい一面あるんやっていうふうに思った時の瞬間ってね どんんななやかなんだろううなと思うんだよだよけど大人っていうのはね認めたふりをする認めたふりをしながら自分を守っている間はね喜びとか楽しみは待っていない肯定したふりしてるけど心の底では否定したら怒りと悲しみはその奥底に待ってるんだよねこれは難しいんでこれはね究極なんだよ本当にね認めていくことはねなかなか難しいけどね そこに向かっていくと結果的には自分自身がねその喜びと楽しみが待っている人生になるんだろうなっていうことを学んでほしいなと思いました。